俺はあの爽やかなおっちゃん、もうバリ爽やか、爽快に走るね。あ、綺麗な女の人横乗せてレインボーブリッジを爆走。あの、だいたいツーシートを乗っとる人はやっぱこだわりが強いよ。もう横には絶対嫌いなやつは乗せん。運転途中で嫌いになったら降ろす。その辺自分を持っとるところが、まあ、女性からしたら高得点。俺はやっぱちょっとチャラいけどモテるよ。後ろのスペースで彼女とイチャル、好きあればイチャル、便利さとおしゃれを追求しとる。俺がこうやって喋っとる間でも後ろでイチャっとると。やっぱり清潔感ある男の人、もう車内もめちゃめちゃ綺麗、もうマイナスイオンが漂っとる。環境にいい車じゃけん、ポイ捨てとか絶対にしない。もうね、歯に挟まっとるネギがこう取れても、ちゃんとこうティッシュにくるんですって。道にタンも吐かんねん。ガーって出ても、飲み込む。一回しまう。上品なよ。へもトイレに行ってこく。これイケメンパパ、反町隆史。周りのお母様方がもう釘付け。そのパパも、俺はポイズン持ってるぜ、つって、寄せ付けない。嫁さん一筋。休みの日は子供を連れて水族館に行く。めちゃめちゃ水族館行く。魚に顔を覚えられとる。浮気もしないっすよ、絶対。たまにヤングアニマル読むぐらい。これやっぱ頼りになる男。何でもできる感じよね。もうどこまでも、車で行く。うまいラーメン屋を知っとる。走る食べログ。なんか面倒見がいい人のイメージがあるね。たまに高速ですごい勢いで走ってくエクストレイル見るけど、あれは誰かの身に何かあったとしか思えない。これはイケオジ。娘可愛いんよ。5、60代なのに髪ふさふさないの。なんか飲んどんかな。料理するタイプのおじさん。パエリアとか作るね。ほんで、運転もダンに。道譲り倒す。もう譲りすぎて家帰れん。なんなら譲りすぎてちょっと家から遠ざかっとるよね。ウェゼルはこれ優しい好青年。本当にね、ガソスタの店員にもすごく愛想がいい。レギュラー満タンで、店員より愛想いい。運転も安全運転。ちゃんと道譲ってもらったらハザードつける。ハザードをつけすぎてここめり込んどる。誠実ないい男。タープファンが多い。赤のアクセラは熱い男が多い。安定してモテる。けど女遊びとかあんましない。ラブホとかあんまいかん。ラブホの昆布みたいなやつの下、あんまくぐらん。車好き。ものすごい大事に車乗るよ。物大事にする。高校の時使ったボールペンまだ使いおる。携帯の中もうレガシーのシャメだらけ。でもやっぱね、悪い人はおらん。本当に。穏やかなよね。ただ、車ちょっとでも傷つけられたら、地の果てまで追っていく。これはごっつい男らしい男だね。モテる場所行きゃモテる。ハンマー投げとか円盤投げとかしてそう。バリ健康よ。まあ小学校の時以来風邪ひいてない。一定の女性ファンはおる。週3でジムに通っとる。バキバキ。もうロープでランクル引っ張れる。これはね、モテるんよ。やっぱ年上女性にモテる。やっぱ若くて CX5。なんかこう、努力家な感じ。職場のおばちゃんの評価めっちゃ高い。あと年配の人で乗っとる人は、嫁さんの買い物にめちゃめちゃ付き合う。よく広い道路の端に路駐して、旦那さんこうやって待っとるよね。嫁さん服めっちゃ選びよる。ハザードつけてる。特にこう何するわけでもなくずっとこう待つ。たまにミニスカの可愛い子通ると、プリウスはいろんな人が乗っとるけど、まあすごいいかつい人が乗っとったり、真面目な人が乗っとったり、年配の人が乗っとったり、だいろいろ使い分けられる。ギャルと付き合うときはプリウス一気にシャコタンにしてで迎えに行く。清楚系と付き合うときは純正にして真面目に12時10分。ギャルか清楚かわからん感じの子と付き合ったときは半分だけシャコタンにした方がいい。それか様子見ながら徐々にシャコタン、彼女の顔色を伺いながら下げてって、向こうが下げすぎじゃないってなったらすぐ戻す。じわじわ下げるのがベスト。これはね、憧れるね。やっぱ若くてエルグランド乗っとる人はやっぱいいよね。休みの日は男友達と女友達乗せて海に行く。まあそういう役回りが多い。でも絶対その中の女の子一人に素敵って思われてる。早く告った方がいい。やっぱおじさんでエルグランド乗っとる人もちょっとかっこいい。
狭い道をこうむっちゃ運転うまい。道の幅が車より狭くてもなんとかして通る。マーク X、 これはね、公務員とか多いかもしれない。やっぱ頭いい人が乗っとるイケイケな車。勉強してきたよね。この真面目に勉強しとるけど、このイケイケ。このギャップがたまらんらしい。女の子は。知らんけど。コミュ力高い。真面目に恋愛をする。一途ない。可愛い子ったら、もう、マーク X。これやっぱマーク X に近いとこあるけど、やっぱスカイラインっていう響きに女子は弱いと思う。マーク X よりもちょっとやんちゃ系かな。あとまあ3、40代のイケてる人が乗っとるイメージもある。高速バリ飛ばすよ。もうちょっと浮いとる。でも運転テクニック半端じゃない。もう手羽先食いながらでも縦列駐車できる。これはモテるよ。元野球部か元サッカー。グラさんをケミストリーの川端さんみたいなかけ方する。もう夏は遊び倒すよ。車で海行って手当たり次第ナンパする。もうわけわからんなっても最後らへんなんかおっさんとかにもナンパしょる。ケツメイシが好き。こう窓から右腕を出してこうやって運転する。ハリアー最近よく見るけど、ほんまにみんななんか野球部かサッカー部に見える。多分ハリアーがこう走るって、急にボールパーン投げたらパーンって取ると思う。それかボールパーン蹴ったらパーンって窓から手出して止めに来る。これはね、おしゃれな男。モテる。服もめちゃめちゃおしゃれ。上品なんね。黄色い FJ クルーザーってやっぱね、可愛いって、こう女子受けが半端じゃない。意外と乗っとる人はサバサバしてる。そのギャップ、完璧。白馬に乗った王子様より、FJ クルーザーに乗った一般人の方が強い。シンデレラもカボチャの馬車より、やっぱ FJ クルーザーの方がしっくりくる。ダンディーなおじさん。管理職、コーヒーバリの、やっぱ男から見ても憧れの人。車内も綺麗にしとる。足元に透明の足置き置いとる。もうキャバクラとか行ったらバリかっこいい。もうトークもおしゃれなよ。この前ローマ行った時に財布すられてさ、まあ笑って許したけど、まあっつって、もう見とれすぎて今月グラスから溢れ出しょ。で、おばさまのファンも多い。通勤する道路に毎朝おばちゃんがうちわ作って、頑張って今日もっつって並んどる。やっぱレクサスだと LS とかだとちょっとこういかついというか近づきづらい。上すぎて。RX とかだと、あ、ちょっとお金があるんだな。身近に感じ。これはね、モテるよね。男の魅力を引き出す車やと。どんどんかっこよくなる。乗りおったら。生まれてからずっと RX の中で住んどったら、全員窪塚洋介さん。これ俺のイメージ、やっぱ気取ってない。謙虚な。女子はみんな目をハートにしとる。鼻もハートや。もう仕事もバリバリできる。コミュ力も高い。ユーモアもある。もう赤のアテンザなんてもうめちゃめちゃかっこいい。もうボンネットにうんこ乗っとってもモテる。高級車って感じじゃなく、そこがいいんよね。だから乗っとる人の唯一の欠点は、飯にうるさい。